どうもかげやんです今日はですね、えー、誠実さがお客さんを呼ぶということについて、えー、お話しさせていただきたいと思います。えー、僕はですねあの自宅店舗でですね足つぼとボディケアのね、えー、お店をさせていただいてるんですけども。えー まあ今のねコロナウイルスのね影響ですよねコロナ騒動というかの影響でですねえお客さんがご来店されるのがちょっとやっぱり減ってしまってるんですけどもそれでもですねえ来ていただけるお客さんがやっぱいるんですよね。そそのの僕は一応だからその まあ、その売り上げは下がってるんですけどもその困らない程度にお客さんがね、えー、来ていただけるっていうのをね、えー、があるんですね。でなぜ来ていただけてるんかなってものすごいありがたいことなんですけどもなぜ干したら、えー、うちの店をね選んで来てくれるんかなと思ったらやっぱり、あのー、僕に対する信頼であるとか。 あの誠実さであるとかね、えー、そういうことがねあのー、お客さんに伝わってるんかなというふうに、えー、思うんですねで僕はね、えー、最近は特にですね、えー、自分の商売についてね、えー、誠実に誠実にですね、えー、向き合ってると自分では、えー、思っております。えー、まあ施術の勉強ででったりとかですね 知識の勉強であったりとかですねあとはその接客でですねお客さんに対してのその思いであったりとかですねあとは自分の体のことですね体を鍛える心身ともにねこうより良いものにしていくためにね鍛えていくというか日々トレーニングをこう積み重ねていくというかそういうことをしているんですけどもそういうことをねしてってそっからその。 自分のどういうんですかね本心というかねえそういうものをこうえお伝えするんですよねお客さんにね。でそれがね例えば表面上の口だけのねえことでこう喋ったりとかですね自分のことにしてもですねでえー例えばその生態の技術のことばっかりをこう喋ったりとかですねその知識のことばっかりをこう喋るとそれでお客さんに伝えるっていうんじゃなくてですねえ自分が思った本音 でお客さんに対することとかねそういうことをこうしっかりこう誠実にね僕は、えー、しているつもりなんですねつもりというかしていると思います。でそれがね、あのー、どういうんですかねその表面上見るんじゃなくてですね、えー、内側からこう内側もしっかりこう見ていただけてるんかなというふうに僕は思うんですよねその。表面上じゃなくてですね伝わるもんがやっぱりあると思うんですよね。でそれが伝わっ それをよしとしてくれてる人っていうのはやっぱりその、えー、通ってくれてるんかなというふうに思うんでやっぱりその。 お仕事ですよね。自分の仕事に対してはやっぱり誠実に向き合って、しっかりそのことに対してこう努力していくという姿勢が大切なんじゃないかなというふうに思います。お客さんっていうのはね、口には出さないですけど、しっかり見ておられると思うんですよね。どこでどっかでしっかり目に見えるように見ているか。 どどうかは分かんないんですけども何かその見ておられることがあってで僕よりも年上の方も結構たくさん来られるんでねやっぱりその人生の先輩としてね、えー、見られる僕を見ていただけることがやっぱあると思うんですよね。であのー、やっぱりそのなんかあかんなと思ったら気張らへんやろうし。 やっっぱり気に入てていただけたら来ていたたただだけら来ると。で今のコロナウイルスのことでね、えー、不要不急の自粛になってるんでね、えー、来ていただけないお客さんもいるんですけどももうちょっと落ち着いたらですねまた、あのー、うちを選んでくれるというふうに僕は、えー、信じてるというか。 あのそういういに思っておりますだからその僕の中で,です,、ね、すごいその困った困ったっていう気持ちがあるというよりはです、ねえー、自分のできることね今目の前でできることをね、えー、こう一生懸命というかそれなりにあのそれなりにというかその努力をこう積み重ねてい,いけばいいんじゃないかなとそしたらあのそこからこう見えてくるものもあるしそのひらめきであったりとか何かこうあのヒントをいただける。 よううなな形ににっていいるというふうに思いますんで、ね、あのでこのまま淡々、えー、とというか、あのー、しっかりと、えー、真摯に向き合ってですね、えー、続けていきたいというふうに思っております。ということでですね 今日はね、えー、誠実さが、えー、お客さんを呼ぶと、えー、僕のその自分の店で感じたことですね、それをお伝えさせていただきました。ということで、今日の動画は以上となります。今日もよっしゃーでいきましょうありがとうございます